今岡英司のぶらり歴史探訪チャンネルミニ。今回は昨日の三毛別ヒグマ事件復元地に続いて北海道苫前町の見どころを紹介していきたいと思います。苫前町は日本最大のヒグマ事件があった自治体なわけなんですが、実はこれでもかという熊推しの町でもあります。まずは苫前町の町役場の前にあるのがこの苫前田部屋。道の北側から行っても南側から行っても常にドライバーの目を捉えて離さないという代物で、横から見るとこうリバーシブルになっているのが特徴。なんでこれを作ろうと思ったのか、制作者の顔が見たいと思ってしまいます。そして苫前町郷土資料館もこれでもかという熱い熊推し。まずは看板からしてこの通り日本足で立つ熊です。そして中も熊熊熊の剥製がずらり。極めつけは昨日紹介したテレビドラマの短縮版を館内で見ることもできます。ただ元が2時間ドラマで、当時 CM なんかが途中に入っていたことも考慮に入れるとだいたい1時間半ぐらいのドラマだったわけなんですが、館内でやっている短縮版は50分もあり、言うほど短縮されていないのが特徴。覚悟を決めてみることをお勧めします。あと苫前町でおすすめなのが道の駅と温泉とホテルが合体した苫前温泉ふわっと。ここの食事は稚内同様地元で採れたタコしゃぶが名物となっていますので、その名物のタコに舌鼓を打ちつつ温泉も楽しんで旅の疲れを癒してください。それでは次回またお楽しみに。